秋のグダグダの第54回、ブレブルクロノファンタズマでお送りさせていただきます。いやちょっと配信トラブルというよりあれ録画の設定おかしくねみたいな感じに第54回、ブレブルクロノファンタズマでお送りさせていただきます。今ゲストにしましたがなんとかなるでしょう。いやちょっと配信トラブルというもしかしたら録画分のあれ録画の設定おかしくねみたいな感じに配信が遅れるかもしれませんがその時はごめんなさい、許してください。今ゲストにしましたが、いやーつわけでアークレボ直前特集号もしかしたら録画という感じで録画の設定おかしくねみたいな今日は見ていきたいと思います。その時はごめんなさい、許してください。まあまあまあ大体具体的なゲーム内容につきましては7時半ぐらい具体的なゲーム内容アークレボの話とかは7時半ぐらいからやっていきたいかなと思います。具体的なゲーム内容につきましてはよろしくお願いします。7時半ぐらい具体的なゲーム内容アークレボの話とかは7時半ぐらいからやっていきたいかなと思います。具体的なゲーム内容につきましてはよろしくお願いします。ブレイブルクロノファンタズマ公式全国大会、まあまあ3回出る公式全国大会ですね。ブレイブルクロノファンタズマギルディギアイグレックスアクセントコアプラス領事とプラスのポジアルティメントイン真夜中アリーナ3タイトル同時という全国大会アークレボリューションカップの開幕がもうすぐですね。本当にギルディギアイグレックスアクセントコアプラス領事とプラスのポジアルティメントイン真夜中アリーナ結構ね長い予選だったんですが3タイトル同時という全国大会アークレボリューションカップの開幕が早くも5月19日日曜日もうすぐとなっております。本当にギルディギアイグレックスアクセントコアプラス領事とまあ楽しみですね。本当にさて、大体7時半まで何をやるかと言いますと前パブ大変やで、ちょっと待って、後パブか。大会結果いつも通り選手の大会の結果を見ていくんですが7時半まで何をやるかと言いますと前パブ大変やで、ちょっと待って、後パブか。大会結果いつも通り選手の大会の結果を見ていくんですが、お土産前パブ大変やで、ちょっと待って、後パブか。九州から遠征が来るというのは聞いていましたが、もしかしてお土産ですか、オラオラですか。はい、すいません、遠征の方からお土産いただきました。配信中に九州から遠征が来るというのは聞いていましたが、もしかしてお土産ですか、オラオラですか。はい、すいません、遠征の方からお土産いただきました。配信中に九州から遠征が来るというありがとうございます。次のランバンドの時にも、プレイヤーの方と振ませていただきます。はい、ありがとうございます、ご丁寧に。はい、ありがとうございます。お土産いただきました。配信中におー、ありがとうございます、ありがとうございます。まさかの次のランバンドの時にまさかの遠征でお土産いただきました。はい、ありがとうございます、ご丁寧に。からし明太風味麺麺いただきました。麺麺おー、ありがとうございます。まさかの、いやー、次のランバトの時にでも長者の皆様と一緒に食べたいなと思います。からし明太風味麺麺では前パブですね。麺麺、前のランバト5月2日2013年5月2日のランキングバトルは木曜日ブレイブルクロノファンタズマ第75回ランキングバトルとなっておりました。からし明太風味麺麺、まあブレイブルライクのプレイヤーの皆様は結果はご存知かもしれませんが、優勝は NO リジル、準優勝ガリレオライチとなっております。まあ、ブレイブルライクなプレイヤーいやーにしても、NO VS ね、ガリレオのこのガチがいつまで続くんやろうっていうのはね、すごい気になるところですが、コメントはガリレオのおちゃんやったとなってますね。このガチがいつまで続くんやろうっていうのはね、はい、たくさんのお宅ありがとうございました。暑かったのがね、この時の11ガチ、優勝者指名11ガチなんですが、この時の優勝、NO の指名は関西最強、いや、違う、全一アズラエルに上り詰めたドグラ、暑かったのがね、この時の11ガチ、全一アズラエルに上り詰めたドグラさん、この時の優勝、NO の指名は関西最強、このね、11ガチがまた、なかなかの代表となりまして。5-6、6-5でアズラエル、ドグラが勝ち越してる。今までのランキングバトルの優勝者指名11月では、まあ、優勝は結構ね、N を逃すことはまあまああったんですが、11月では必ず勝ち越していた。割と圧倒的に勝ち越してたんですけど、まあ、優勝は結構なんとここでついに N の11月連続優勝記録、N の牙城が
崩れました。割と圧倒的に勝ち越してたんですけど、これはね関西ランバトの中ではすごいでかい出来事でして、 NO の11勝ち連続優勝記録、ドグラーズライブの本戦の活躍がね非常に楽しみになりましたね。割と圧倒的に勝ち越してたんですけど、これはね関西、はい、詳しい内容は昨日先週に、動画がアップロードされておりますので、ドグラーズライブそちらご覧くださいになりました、ね、そしてここからゴールデンウィークの大会ラッシュでした。選手いや長かったですね。5月3日スーパーストリートファイター4アーケデーション5-5 極み第4章、極み第4章は参加人数がいや長かったですね。5月3日何チームやったっけ、254チーム、極み第4章は54チーム268名ぐらい、参加人数54チーム268名ぐらいとなりました。アジョの、ね、大会の中でも最大規模となりました。今回のスーパーストリートファイター4アーケードエディション極み5-5、まあ、4回目となる今回の大会でしたが、参加人数が今回うなぎ登りで大変面白いゲームを見させていただきました。参加の皆様ありがとうございました。ストリートファイター4アーケードエディション極み5-5、優勝はアミューコージ、佐々木、カントナ、カジキ、トマポの大変面白いゲームをチーム、準優勝がワオ666、両ハイテキブラジル系勝者さんのチームとなりました。続いて5月4日メルティブラザープレスアゲインカレットボード、こちらも毎年恒例の5-5、月光再起2013、両ハイテキブラジル系勝者さんのチーム、ベルブラの5-5月光再起も今年で5年目第5回となりました。毎年恒例の5-5、優勝はそこだろう伝説で TI、アンソン、ジェアンソン、ドラシテ、ラッキースター、そしてジェフリーマンソン、毎年恒例の5-5、優勝準優勝が5-1サット、コーテス、ザワワの、まあ、鉄板チーム TI、ベルブラの5-5となりました。ジェアンソン、ドラシテ、ラッキースター、最後のね5-5の決勝大将戦、ゴイチ VS ラッキースターがね、もうすごい試合でして、ほんまにすごい試合でしてね、まあまあメルブラやったことあるプレイヤーのみならず、やってないプレイヤーの方にも一度あの試合は見ていただきたいなというのが、もうすごい試合でしてですね、ほんまにすごい試合でしてね、決勝、まあまあメルブラやったことあるプレイヤーのみならず、やってないプレイヤーの方にも一度あの試合は見ていただきたいなというのが、いやたくさんの方がありがとうございました。ほんまにすごい試合ですね。まあメルブラのね月光再起は去年ぐらいから北は北海道、南は九州から遠征に来ていただきまして、いやたくさんの方がメルブラのまあまあ年に1回2回のでかい大会でやらせていただいてます。これからもねメルブラちょうど明日ランバトなんで、北は北海道、南は盛り上がっていきたいところですね。本当にありがとうございました。メルブラの、まあ、そして5月5日ピーポーユーフ、ピーポーユーアートレボリューションカップ前哨戦2-2、ピーポーユーエプ AC バイス2、盛り上がっていきたいところですね。はい、アートレボリューションカップ前哨戦はまずゴールデンウィークにピーポーユー部門を行わせていただきました。ちなみに今週末5月の11日にギルティギア、5月の12日にブレイブルーという感じで行わせていただきます。P4UF の優勝はオレコン軍団の両親山下グルポペア、準優勝が優勝候補辻川鳴上アーサマアーチャンドペアとなりました。いい加減山下グルポのペアが今回大会が非常に強く、山下が負けたらグルポが支え、グルポが無理やった時は山下が取り返し、そして決勝は両者勝利で優勝今回大会ね、特にね全員一感じ、山下感じの動きはほんまにねグルポが無理やった時はエロい、うまい、すごい、そして決勝となりました。両者勝利で優勝、はい、こちらもたくさんのご参加ありがとうございました。山下感じの動きは100、ほんまにねグルポが無理やった時は110名ぐらいでしたかね、確か。そして決勝となりました。そして5月6日、ブレブルーの毎年恒例の下級の講習会&ランダム2on2大会となりました。110名ぐらいでしたかね、確か。そして決
あ、後ろ向き会いただきましたね。まあそれはもうちょっと後で話しゃべります。レブルの毎年恒例の今回の講習会、ランダムツオンツーなんですが、講習会テキストは昔公表いただきました下級の10回のリメイクで、後ろ向き、こちらのテキストも現在アチョウのアチョウドットコム今回のアップロードされておりますので、ぜひご覧ください。講習会テキストは昔公表いただきました下級の10回のリメイクで、まあその後恒例のランダムツオンツー大会させていただいてたんですが、優勝は NO&CC ピッチボーさんのチーム、CC 志望さん、また間違うところやった、 CC 志望じゃなくて CC 志望さんでのチーム、準優勝がエアさんとダルさんのチームとなりました。いや、やっぱりね、 NO は強かったピッチところですね、本当に。 CC 志望じゃなくて CC 志望さんで、今回もね、ランダムツオンツーは、これから始めるニューカマーのプレイヤーの方々と百戦錬磨の格ゲープレイヤーの方で組めるように調整したんですが、今回もね、ランダムツオンツーは、まあ、そういう百戦錬磨のプレイヤーがニューカマーをリードするというそんないい展開がたくさん見られました。格ゲープレイヤーの方で、これからもね、6月にもアチョウはランダムツオンツー大会ブレイブルーでもやることが決まりまして、6月の23日、そんないい展開がたくさん見られました。6月の23日に、10段以下限定大会とランダムツオンツー大会を行わせていただきます。こちらもよろしくお願いします。6月の23日に、10段以下限定大会と、はい、まあ、大会結果こんな感じですね。昨日4月、こちらは5月の6月の23日に、10段以下限定大会と、はい、まあ、大会結果こんな感じですね。昨日4月、こちらは5月の5月の、8日なんで5月の7日火曜日、毎週火曜恒例のブレイブル録画対戦会を行わせていただきました。昨日は、スポットでストリートファイター4スーパーストリートファイター4アーケードエディションの録画対戦会と合わせて行わせていただきました。7日火曜日、毎週火曜恒例のブレイブル今回の録画対戦会、キノコの方はね、今日中に動画がアップロードされる手はずとなっておりますので、ぜひぜひご覧ください。行わせていただきました。まあまあ、あとね、ブレイブルの方で地味に今回の録画対戦どっかの白面がね、11段になってる瞬間が映ってます。アップロードされる手はずとなっておりますので、ぜひぜひご覧ください。久々に11段戻ってきたわ。まあまあ、いや、本当にね、なんやろ、引き続きまして、下級ナウなんですけど、最近ね、そんなにね、ゲームやれる時間が取れてなくて、特にね、久々に11段もゴールデンウィークはゲームやる時間があんまなかった、ほんまに。まあ、下級ナウ、たくさんの方に楽しんでいただけたんで、それはそれでね、大いなる喜びなんですが、特にね、そんな感じで、昨日は、ブレイブルちょっとやってみたんですが、久々に段位が上がりましたね。楽しんでいただけたんで、はい、ここからまた頑張って12、今までの最高段位の12段まではなんとかキープしたいところですね。もうちょっとね、はい、まあ、5月6日の初心者講習会、講習会やったときに自分でも思ったんですが、今までの最高段位の12段までは最近ね、ちょっと僕もいろいろと内容ちょっとね、サボり気味でやってたんで、5月6日の初心者講習会、講習会やゲームやるからにはもうちょい気合を入れてやっていこうかなと思いました。最近ね、ちょっと僕もいろいろと内容、まあ待っとけよというそんな話ですね。5月6日の初心者講習会、講習会ゲームやるからにはもうちょい気合を入れてやっていこうかなと思いました。そして音ゲーはね、こちらもやる時間がなくてほんまに、まあ待っとけよ、なんとかね、今の実力を維持できるぐらいで頑張れてるかなといったところですけど、思いました。音ゲーはね、こちらもやる時間がなくてほんまに、まあ待っとけよ、なんとかね、今の実力を維持できるぐらいで頑張れてるかなといったところですけど、思いました。音ゲーはね、こちらもやる時間がなくてほんまに、声が二重に聞こえる、なんとかね、今の実力を維持できるぐらいで頑張れてるかなといったところですけど、すいません、これでよろしいですか。ちょっとブラウザの音量が入ってたんで消してみたんですが、こんな感じでいかがでございましょうか。どうでしょう。どうでしょうか、喋らんとね、分かりませんね、これ、正直。はい、
声の方いかがでしょうか。エコー入ってるとかもしかして。そんなバカな治ってない系でしょうか、治ってない系でしょうか。まだわからない。はい、治ってたらすいません、どちら様か、コメントをいただけると非常に助かります。申し訳ございません。さてでは火球ナウじゃないなら何や、火球アフターちょっと待て、おつげ、火球アフター待て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 、どっかで聞いたことあるぞそのタイトル、火球アフター、そんな後日談はいらん。火球アフターときたか。ほうほう、火球アフター、いやー、いやそんなことが言いたいんじゃなくてですね、僕はあれあれ、これからの火球ですよ言いたいことは。はい、火球ナウが火球ナウ、あ声直りました、ありがとうございます、ありがとうございます。火球ナウが今の火球のゲーム状況を言うのであれば、火球アフターはつまり、はい、つまりですね、これから僕がやるゲームのお話ですよ。つまりは、ああ治ってます、いっぱいいただいてますね、本当にありがとうございます、ありがとうございます。一声かけるといっぱい書いてくれる皆さんありがとうございます、本当にありがとうございます。この調子でどんどんコメントを入れてください、どんどんコメント入れてください、どんどんコメントを入れてください、お願いしますはい、つまりはですね、2013年5月8日、あのエクサムさんの大人気対戦格闘ゲームアルカナハートシリーズの最新作であるアルカナハートラブマックスが配信されたわけですよ。はい、奥さん、アルカナハートラブマックスが配信されたわけですよ。ほんまに、あなた火球が生放送と言ったらね、後ろ歩き可愛いっていうのがまず一番最初のキーワードになるんですけど、なんで後ろ歩き可愛いっていう用語が出てきたかというと、昔僕が、お家で生配信やってた時にアルカナハートの家庭用の配信やってたんですけど、その時に一生僕がね、あの持ちキャラの周りの後ろ歩きがこれ可愛いんですよ、後ろ歩きが可愛いんですよ、この後ろ歩きがね可愛いんですよって言ってたのが始まりなんです。周りが可愛い、その可愛いっていうのはあのキャラ性能的に可愛いんですよ、ほんまに。ここまで力説してますけど、多分ね、今まで対戦格闘ゲームやった中で僕が一番しっくりきてるキャラっていうのが春日真織です、実はアルカナハートのってぐらいね、あのキャラ僕好きなんですよ、キャラクター性能的にね、キャラ性能的に好きなんですよ、キャラ性能的に好きなんですよ、キャラ性能的に好きなんですよまあまあまあ、周りの後ろ歩きも可愛いんですけど、まあそんな感じで、さすがにアルカナハートラブマックスはちょっと遊んでみようかなと思いますね。いやー、僕のホーミング石火がうなる気が来たんでしょうか、交互期待って感じですね。いけんのかな、でもな、うちの店結構ね、あのクラリーチとかいう、クラリーチとかいうね、飛び道具キラーキャラが強く、いっぱいいまして、そのクラリーチをどうやって守り、しかも俺非限定なんですよね今で、さばくか、さばける気がしませんね。まあ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 、2013年5月8日アルカナハートラブマックスネシカクロスライブで配信されました。よかったら皆さんで遊びましょう。さてそんな感じでブレイブルークロノファンタズマ、今日の、カキのグダグダラジオ第54回カキのグダグダラジオはブレイブルークロノファンタズマアークネボ直前特集号、アークネボ前特集号という感じで行わせていただきます。おおう
さて、アークレボリューションカップ、アークシステムワークス25周年記念全国大会、現在稼働中のブレイブルークロノファンタズマ、ギルティギアイグゼクスアクセントカープラスリオーディとテルスドフォージアルティメットインマヨナカリーナの3タイトルによる全国大会です。全国各地予選が行われまして、各タイトル64名によるシングルトーナメントとなっております。まあまあまあ、アークレボリューションカップで扱われなかったアークシステムワークスゆかりのタイトルはこの間アチョウで扱いましたので扱いましたので、ぜひアチョウ特別大会輝きの動画もご覧ください。で、今日はまあアークレボの直前特集ということで、ブレイブルークロノファンタズマとさせていただきました。キャラまとめがないな。あった。さて、つうわけでアークレボリューションカップブレイブルクロノファンタズム部門、現在の情勢についてまずは軽く述べていきましょうか。ブレイブルクロノファンタズマにおいてキャラが強い、このキャラはかなり上の方じゃねっていうキャラは、まあ2強、今んところ2強じゃねえのって言われてる、もしくは1強じゃねえのって言われてるのが田岡か、田岡が1強じゃねえのっていうのはね、実はありまして、そしてもう1キャラがライチ、田岡かとライチが2強なんじゃねという、そういうところがある程度言われています。ですが、まあ、その後その下は割と団子で、ちょっといざ酔いとかアマネとかバレットが酔えんじゃねえのっていう、まあ、実際問題はいざ酔い、アマネ、バレットについては今回本戦進出プレイヤーが0名、アマネはねまだプレイヤーの研究が待たれるところであるとは思うんですが、いざ酔いとバレットはちょっと弱めかなという気がしますね。はい、そして、じゃあ下からいきましょうか。本戦進出プレイヤーが1名のプレイヤー、まずノエル、ノエルは高野さんかな、あ、誰だっけ、ノエルノエルは1人、誰やったっけな、名前がぶっ飛んだ、そう高野さんやな、ノエルは高野ノエル、はい、ノエルは荒野、誠があれどこ行った、あいつどこ行った、誠は名前がぶっ飛んでる、なんで、あれ、あ、ゴロゴロ、そうゴロ誠、ゴロ誠は東京さん、誠がゴロ、プラチナが誰やったっけ、ダイスル、ダイワか、そうダイワプラチナ、レイチェルが NO、 レディウスが確か九州やったっけな、レディウスレディウスが、あれレディウス誰やったっけ、うわー、あんまり結構前に見ないな、さ、量産や、レディウスが量産か、量&馬の方にはどっちも通ってんすよね確か今回、はい、すいません。このね1キャラのプレイヤーが割と面白いと思うんですよ、荒野、ゴロ、ダイワ、NO、そして量、この5名が単発キャラ、ノエル、マコト、プラチナ、レイジェル、レディウスです。今回のねブレイブルクロノファンタズマは特定のキャラを除いてどのキャラもやっぱりオーバードライブというシステムが強いんで、かなり破壊力、突破力を持ってるゲームじゃないかなと思うんですが、まあこの下5キャラの職人プレイヤーに期待がかかりますね。特にねレイチェルは僕 N をよく見てるだけに怖いなという感じです。2人
人のキャラがミュウ、アラクネ、アズラエル、ニュウ。ここらもね、まあだいぶ職人プレイヤー上がってる感じですね。アズラエルがタヒチとドグラ、ニュウが、ユーマとヨシキ、アラクネは確かちょっと外に出て、アラクネアラクネヒヨコアラクネ、東京4のヒヨコ、そしてどこや、アラクネ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 、アラクネアラクネ、あれ見当たんねえぞ。掃除か、そうか掃除か、ヒヨコ&掃除、はい、まあ職人ですね。でもってニューがホアンと、はい、九州のホアンさんと、ニューはどこや、あーアバレンジャーが、そう最初に取ったアバレンジャー、アバレンジャーニュー、この辺もね名だたるプレイヤーですね。バングが3人、そして4人がカルル、ジン、ハザマ、ツバキ、白面、ラグナ、5人がタオカカ、ライチ、そしてテイガー、7人がバルケンですね。あ、ありがとう、はい、ガリーローさん、あ、後で喋りに来てくれたらいいよ、うん、はい、できてください。ガリーローさんから差し入れいただきました、ソルティーライチ、ははははライチ使いの差し入れはいつもこれかソルティーライチいただきました、ありがとうございます。ちなみに僕が飲んでるのはポンジュース、命の水ポンジュースです。テイガーが5人、5人のテイガー一応呼び上げましょうか。まずは全1テイガー、ハゲ福島、テイガー5人、地区テイガー神奈川4、テイガーあと岡山の国標テイガー、そして鹿児島 NON テイガー、結構ね、あと一人か、あ、そして沖縄ゾンビ、あ、ゾンビくんテイガー扱ってんにゃ、へーへー、ゾンビテイガー納得ですね、はいはい、ゾンビテイガー、他のゲームでもやってるプレイヤーなんですが、テイガー使って結構ね、テイガーまあまあぶっちゃけますと地方でゴリって取ったプレイヤーが多いです。まあやっぱり関東とか関西圏ではだいぶ対策されてるんでしょうね、そういう投げキャラが上がってくるのは難しかったんでしょうが、地方でゴリっと取ってきました、テイガー使い。これはね、今までのブレイブレでは考えられなかったことで、テイガーなんてもうどっかの職人プレイヤーが1枚取れりゃいいだろうぐらいだったんですけど、まあまあそこは地方とはいえゴリって取ってくるプレイヤーがいるということは、今作のテイガー侮れないだけの爆発力があるという証明ですね。でまあ2強キャラのライチタオカカが2人ずつ、5人ずつで、一番多いのが抜けてバルケンハイン、バルケンハインです、7人、はい、このバルケンハインの7人がね、やっぱ難しいところなんですよね。バルケンハイン予選の後半で固まって取ってきた、中央地方かかわらずなんですよね。しかも中央でもね、バルケンハインは結構取ってるんで、あとねやっぱり前作でもバルケンハインので名を馳せていたプレイヤーは取ってる感じですね。馬の骨バルケンが石川まで遠征して取ってるとか、あとは香川ブロッカーシューバルケンハインが取ってる、東京8のウィキの人、そして東京9のゼクソ、この辺をねざっくり取っていったもでかいですね。
白面は意外と少なくて4人、フィルム、ナタキシ、あと誰やったっけ、フィルム、ナタキシ、福井、福井、福井、あれ、あ、シエル、福、ナタキシ、シエル、あと一人が、あれ、コムソチンは取れずですね。コムソナタキシ、シエル、フィルム、まあなかなか当たりたくないプレイヤー多いですね。ジンも4人なんですが、カルルがね4人というのもなかなかなんですよね。あと4人キャラがカルル、ジン、ハダマ、ツバキ、ラグナ、青森の秋葉カルル、カルルは日誌カルル、神奈川一、群馬のラズ、あ、ラズ君は群馬で取りましたね、ラズカルル。そしてもう一人が、福岡にのムッチーカルル。この辺はね、まあ聞いたことある名前ばっかですね。やっぱジン、ジンはね、なんかプレイヤーが変えてこないんですよね。ジン、ジン、ジン、セイヨ、フェンリッチ、エルオ、あと一人誰や、セイヨ、フェンリッチ、エルオ、怖えな、ジンもこれ。あと一人、あと一人、セイヨ、フェンリッチ、エルオってきて、あと一人関東だと思うんですけどね。あれ、ジンギー、あと、いや、ラル、うん、やっぱりこの辺ですよね。フェイ、西洋フェンリッチ、エルオ、ラル、フェンリッチ、ジンがね関西最強なんで、本当に今抜けて強いプレイヤーの一人なんで怖いですね。狭間、ノゼ、はい、北の英雄その1、ノゼで、狭間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 、アル、狭間、愛知、ノゼ、アル、いやー、いいところ取ってんな。でもね、熊本の、長谷の葉、あと一人、あれ、ね、どこ、狭間、この辺にいると思うんですけどだよね、三剣、狭間、やっぱプレイヤーの名前がやばい。椿、椿もね、プレイヤーが強いですよね。クレス、コナン、クレス、コナン、あとカズ、クレス、コナン、カズ、あれ、椿4人目。なんかね、名前だけ言ってるとプレイヤーが強すぎてやばい。ピクリ、そう、ピクリ、椿、怖えなー。で、ラグナが4人、ラグナが4人、ユッタラグナ、いきなりユッタラグナってきたら、で、電波ラグナ、小型ラグナで、もって天玉ラグナ、怖えー。やっぱりね、あの段位が上のプレイヤーはやっぱり結構抜けてる感じですね。ノエル、マコト、プラチナ、レイチェル、レディウス、これ全員、全員1プレイヤーが抜けてるはずなんで、確かミュウ、アラクネ、アザライル、ミュウも、まあ全員1プレイヤーが抜けてるはずです。で、バング、バング誰や今回、ピーチ、ピーチさんのバング、はいはいはい、ピーチバング、池上バング、そしてドラバングか。もう言うことありませんね、言うことありません、はい、間違いなく全1プレイヤーです。で、多いのが、タオカか5人、電波タオカか、豆タオカか、辻川タオカか、まといタオカか、直屋タオカか。この辺もね、
この辺も聞いたことあるプレイヤーばっかっすね、ほんま。5人ライチ、ミオライチ、ミオライチで、ライチは西野に行くんで小池ライチ、はい、小池、ミオ小池、ガリレオ、ミオ小池、ガリレオ、菊池をでもって、POTY、 大分の POTY、 この辺も聞いたことある名前ばっかりやばいですね。はい、というわけで、分かっていただけましたでしょうか。音が聞こえない、え、音が聞こえない、入ってないですか。あ、入ってないでしょうか。すいません、ブラウザの更新などを試してみてください。よろしくお願いします。はい、音が聞こえないようです。すいません、ブラウザの更新などを試してみてください。まあ、とりあえず今回のアークレボリューションカップ、まず一つ目ブレイブルームをまとめ、大体キャラ別の上位プレイヤーが割と出てます。まあ、たまに出てないプレイヤーもいますけど、あんまりやる気なかったんですかね。はい、これはっていうプレイヤーばっかりなんで、本戦のレベルは激戦必至ですね、これ間違いなく。二つ目、大会で強そうな隠れるキャラがいっぱいいます。やっぱりシングルなんで、バルゲンハイ、テイガー、この辺がね、今作における隠れるキャラですね。特にね、テイガーもバルゲンも逆に、テイガーは逆になって、テイガーは逆にから殺しやすいんで、かなり残った感じですね。その点ね、残念だったのが、今作はアラクネで、アラクネは今作そこまでね、突破力がない上に守りがざるすぎて、ちょっとプレイヤーの数が伸びなかったかなという、そんな印象ですね。あとはだいたいね、4キャラ以上出てるキャラ、椿はともかくカル、ジン、白弁でもってカルル、ハザ、カルル、椿、ラグナあたりは、いやカルル、カルル、ラグナあたりはちょっと強めのキャラなんじゃないかなという印象ですね。はい、まあキャラの情勢はそんな感じですね。はい、はい、もうシエル君ちゃんと更新してね。ほんまにもう、はい、まあまあ今日は、そんな感じでアークレボリューションカップの金切符を持っているプレイヤーが遊びに来たり見に来たりしてますので、その辺のプレイヤーのおしゃべりやプレイを見ながら喋っていけたらいいなと思います。現在のキャラ情勢はご覧の通りです。バルケンハイン7、タオカカライチ、テイガー5、カルル、ジン、ハザマ、ツバキ、白面、ラグナが4、バング3、ミュウ、アラクネ、アズライル、ニューガイ2、ノエル、マコト、プラチナ、レイチェル、レディスが1となってます。バル、1キャラずつ見ていきます。バルケンハイ予選の後半でだいぶ切符の数が増えました、このバルケンハイというキャラ。やはりね、予選期間中にコンボ並びに、ブレーキ系のテクニックの練習が積まれてたんがでかいんじゃないでしょうか。実際問題、前作までに比べると多少はきついんじゃないかって言われるバルゲンハインだったんですが、やっぱりね、ブレーキジャンプシーやそれなりに運び能力を持ちながら走り連行できるコンボ、さらに中下段の崩しと相まって非常に大会では当たりにくい、当たりたくないキャラですね。まあぶっちゃけ一発勝負ではこかして置き攻め通っちゃったら勝つんで、大会に強いキャラという印象は今作も健在です。タオカか、まあこれ一強でいいんじゃね。タオカが一強でよくないってぐらい強いです今作。
どっからでも運ぶ運び能力、指導によってはさらに火力がついて、片目ヒットストップ減少の仕様変更から投げの卓が自重しません。セットプレーからの中下段置き攻めも完備。今作有利フレームは鬼のように持っている。何が弱くなったかというと守りの面、男子クエッジの男子クエッジ1回がジャンプの制限回数に引っかかるようになり、立ち回りからの逃げ能力、あとは対応能力、対空特にが弱体化してるんですが、まあまあまあ対応能力が弱体化したところでタコカさん攻めりゃいいしみたいなところあるので、このキャラあと対応能力が低いといっても機動力が健在です。いやーなかなかタオカが強いです。キャラによってはなんだかんだ言って触れるまま終わってしまうというのもありますので、タオカか5人の進撃、特にねプレイヤーも強いね、この5人期待ですね。ライチ、ライチは今回、棒の受け身不能時間の使用がさらに緩くなりまして、棒が当たればどっからでもコンボぐらいの受け身不能時間になりました。棒が当たればどっからでも、コンボに行けるといういい、なんつうかね、ちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、それぐらい、回数無制限、設置が必要なものの画面の広くを拘束する満点棒が強力です。今作あとはね、でもねライちゃん本当にね満点棒の高速力並びに今作、通常技体育、通常技体育である 4B を手に入れたことによってそこまで対空面でも不自由しなくなりました。まあまあ完全に信頼を受けるかといったらそういうわけじゃないんですが、頭無敵系の技あるだけでは全然違いますからね。やっぱ対空技の実装がライチは強いんじゃないでしょうか。あの一気通貫の確定反撃がない、あるっちゃあるんですけど密着じゃないと無理とか、まあその辺の強化も相まって棒を持っていても棒がなくても立ち回り並びにコンボが強力なキャラになりました。テイガー、まあテイガーちょっと今映ってますけど、今作のテイガーはね、空中ドライバー一回転 C という技による、なんだろう、かなり強烈な嵐能力、ジャンプしなかったら地上投げで座れるのに、ジャンプしたら空投げで座れるんですよ、磁力がついたら。とにかくね、いろんな面で安定がなくなった。あとはバーストがアイコンストック制じゃなくて、ゲージ制になったのも追い風ですね。展開によっては一方的に殺されてしまうテイガーなんで、3ラウンド目、日本選手3ラウンド目で相手のバーストストックが2個という状況がなくなったのは大きいですね。相手にバーストが1個しかない場合やったら1ラウンドに1回しか、おそらく1回しか脱出されない、安全に脱出されないというのはでかいですね。あのクードラがね本当に強い。まあまあ磁力ないとそこまで使える技じゃないんで、なんともいやはやという部分はあるんですが、それでもやっぱり空中の相手を引き寄せて投げるというのは各種セットプレーもあるんで強力ですね。まだね全然何が起こるか分からないですからね。これバースト使う、使わなきゃ死ぬ。
って感じです。カルル、今作のカルルは、立ち回りの弱体化、姉体力の低下による立ち回りの弱体化の代わりに、テネレッツァという強烈な中間距離制圧技、人形技のテネレッツァを手に入れました。姉がいないと火力も挟み込みも、挟み込みどころか火力も全く出なくなったカルルなんですが、姉が健在の時の中間距離での制圧、セットプレイ、コンボの火力、高速力、ハメ健在です。守りがね、あと 2C が頭無敵がかっちりついたりして結構めんどくさいことになってますね。もちろんガーフ先ループは健在ですが、今回姉の体力が少ないんでガーフループをすると、まあ、最大でも2ループしかできないというところは弱点ではあります。ジン、ハイスタンドキャラです。本作のジンは、コンボレシピが簡単、あと状況別のコンボもそこまでなく、今のところ結構ね、プレイヤーの力量、丁寧に立ち回ってるプレイヤーの力量次第といったキャラになってますね。ただかぶせ能力、ジャンプ B、 J2C によるかぶせ能力は健在、さらに飛山撃という高速中段、新たな高速中段やなんだかんだ言って列表カウンターからコンボに行けるなど、そつなく強い感じですね。狭間はどうなんでしょうね、コンセプトから強いというのはよく言われるんですが、あんだけ自由な軌道ができて、自由な軌道と立ち回りができるキャラが弱いわけがないっていう感じらしいんですが、関西はねそこまで仕上がった狭間がいないんで、なかなか評価が分かれるところと思います。関東はね、うどんさんとアドンさんとみつるぎという強力な狭間使い、まあ東海にもあるくんや石川の方でもいっぱいいますからね、評価分かれるところですね。ただまあそういう自分勝手な機動力を生かした立ち回りは本当に強いんで、どうでしょう、大会でちょっと不安定なところさえ出なければ上の方に行くんじゃないでしょうか。椿はね正直そんな強くないと思うんですよ。このキャラプレイヤーがめっちゃ頑張ってブレイブルーに習熟しているので、今回4枚あるんじゃないかなというそんな印象です。火力はそこそこ、チャージゲージ溜まると火力は出る、あと今回崩しの手段としてコマンド投げ、さらに、マジカルバナナ、高速力の高い飛び道具を手に入れてゲージの使い道もバッチリとなってるんで、あとはねどこまでコンボが伸びてたりするかとかなんですが、なんだかんだ言って、空振りキャンセル出る通常技B 系統 C 系統は非常に立ち回りで強力です。ジャンプ C スカ C、ゴービースカ B あたりが強力なんで、その辺がうまく立ち回りで使えると怖いんじゃないでしょうか。白面、まあまあまあ火力壊れてます。白面は火力が壊れてて、その壊れる火力に行くためのやることが簡単なんで、何かあったら相手が死ぬキャラですね。何かあったらその時点で相手が死んでます。なんか 3C カウンターしただけで7000減ったけどとか日常茶飯なんで、空投げされたら死んだとかね、大会ではだが細かいところでコンボミスがあり得る可能性があるので、斬鉄ためクラッシュ取りが椿拾いとかね 100% でできるんでしょうか。エアガイツ放送を所望してますさんやな、名前よく見たら。
エアガイツ放送ご所望か。はい、またじゃあやりましょう。お話また持ってきてください。なぜ 6A キャンセルオーバードライブとかにしなかった。まあ白面はそういう火力お化けなんで、大会で何か起こったら相手が一瞬で死んでいくというね、そんなキャラですね今のところ。ラグナ、ラグナ言うてもラグナですね本当。なんだかんだ言って殴り合うことしかできないんで、殴り合いできるキャラには持ち前の展開の速さ、展開の強さで強く、殴り合いできないキャラにはまあちょっとご利用しないといけないんできついといったところでしょうか。ただ細かいところでの強化点や変更点が多いんでラグナも、怪しい狙いを秘めた動き結構怖いですよ。でもって3人キャラがバング、今作のバングはね一言で言うとやっぱり難しい。とにかくね、あの動きの幅がありすぎて、釘設置、釘投げ、落下傘、ガードポイントのシールからのフリー火山や疾風撃、その辺のね選択肢があまりにも多すぎて、まだね全部使いこなせてるプレイヤーはいないんじゃないでしょうか。というのが突破人数でも現れてると思います。ただね池上ドラという危ないプレイヤーが2人も上がってるだけに、バング本戦ありえますね。まあどのキャラもプレイ危ないんですけど、まあまあ卒のない立ち回り、空中ダッシュ2回を使った卒のない立ち回り、安定した固めといった点はバグ健在ですので、その辺を見てるだけでも強いかもしれないですねこのキャラ。ミュウ、理論上ではかなり強いと言われてるミュウですが、進出者は2人、そこまでね全国的にきっちりやっているプレイヤーが多くないのではないかといった印象が昔からありますね、ミュウは。まあただ火力、立ち回り、守り、セットプレーともに非常に高いポテンシャルを決めているので、ここからあとは前日予選もありますし、ミュウはこれからまだまだ伸びうるキャラというのが僕の印象ですね。アラクネ、まあまあワンチャンキャラアラクネさんなんですけど、今作そのワンチャンのハードルが高く薄くなった感じですね。ワンチャン取るまでのハードルが全体的な攻めの強化、クロノファンタズマによるにおけるで難しく、守りはザルで、でワンチャン取ったら見えない二択で死ぬかといえば死なない、ジャンプ C 当たったら9000減るとかいう時代は終わりました。まあ、最大で7000とかになったんで、チャンス一発で相手が死ぬということなくなりましたね。あとはね、アラクネはなんだ、コンボがむずい。最大を狙った場合、最大というか楽園回収のコンボが今作結構難しくて、その最大を狙った場合非常にコンボが難しいというのが弱点ですね。指導によっては中央一発楽園や、まあまあまあ悪くても 70% 回収とかあるんですが、そのコンボの難易度が割と自重してなくて、ジャンキャン空中バックダッシュ完成ケチジャンプサンディとかいうね、よくわからん入力しないといけないので、これが安定すると
話は変わってくるんでしょうが、そこまでのプレイヤーが何人いるか。まあまあ掃除なんで片方は。アズライル、こんなに俺のなんやろ有利フレームがそんなに弱いわけがないというぐらい自分が殴ってるときは無双できるアズライルなんですが、やっぱりね機動力低め、殴り合いしかやることがない、まあグローラもあるんですけどという立ち回りのなんやろ融通の効かなさが弱点ですね。かといって白面みたいに簡単に相手が死ぬような火力もあるわけではなく、ちょっと我慢しないと、ちょっと我慢して有利フレームで触ってという、まあかっちりした動きをやらないと勝ち上がれないキャラというのが今作のアズライルの今のところの評価ですね。大会一発勝負ではなかなか難しいんじゃないかというそんな印象は拭えないんですが、どうなるでしょう。ニューはね今作ね、戦闘スタイルを2つ持ってまして、ルナモード、ディアモード、この2つを切り替えながら戦うキャラになりました。ルナが確かニューベース、ディアがラムダベースやったっけ。コンボ中にもね切り替えが行えるんで、立ち回りは、飛び道具ソート様なが強力な、まあまあまあニューのモードで、セットプレイに行くときはシックルの高速がやっぱりでかい、ラブナのモードで行くっていうのが鉄板みたいです。ただ弱点はやっぱり守りがザルナンと、走り行かないと火力が出ないといったところですかね。セットプレイは中央でも通るだけに、こっからコンボが伸びればまだあるいはという感じなんですけど、ノエルの強さはね、今作、チェーンリボルバーが非常に強力で、あの中下段を見切れるか見切れないかでノエル戦の勝率は変わると思います。立ち回り自体はまあトントンといったところなんですけど、今までのノエルのコンボは基本的に長時間のループコンボがメインやったんで、今作クロノファンタズマにおけるコンボの仕様変更がまだ響いているといった感じですね。クロノファンタズマではコンボが、時間制になったんで、長いループコンボっていうのは基本的に不可能になりました。そこを補えるだけのものがまだあんまりなかったんかなという、結構ね、チェーンリボルバー中の攻撃が強力で、今作非常に強力なんですが、そこにプレイヤーがまだ慣れてないという可能性もありますね。誠難しいな、イソチタには悪いんですけど、可もなく不可もなく、殴り合いできたら触って掴んで、はいはいオラオラってできるんですが、あとはダッシュの初速の速さによる差し込みが強力なんですが、付き合ってくれるキャラには結構楽しく戦えるんですが、そんなに付き合ってくれるキャラが多くないというのがブレイブルーですね。プラチナ、今作のプラチナはアイテム強化本体弱体化です。火力を失った代わりにアイテムの強さ、アイテムを絡めたコンボを手に入れてます。本当にね本体状態が弱いので、アイテムの引きによっては何やろ、そのまま圧倒できたり、逆に何もできずに倒れてしまう、倒れることはねあんまりブレイブルーというゲームはないんですが、なかなか大会一発勝負で勝ち切るのはなかなかむずいキャラなんじゃないでしょうか。レイチェル、
まあ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  NO を見てもらったら分かるんですけど、多分ね今日の配信中に何回か配信内に来てもらえると思うんですが、レイチェルはまあ言うたらハメキャラです。こかして見えない中下段で迫ってそれがループする、そういう側面と、シューティングキャラ、シューティングによる面制圧というものを両方合わせ持っているキャラですね。シューティングで状況を作って面制圧しながら寄ってしまってクンズほぐれつ中下段というのがレイチェルです。立ち回り自体は風回復、リソースであるシルフィードゲージの回復が遅くなったんで、なかなか下手に風を使っていると立ち回りが崩壊すぐしてしまうんですが、まあ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 、そうでなくてもバレルロータスという風のベクトルを変えられる飛び道具、弾ができたんで、そこをうまく使うプレイヤーが現れていると、まあ、エドなんですけど、立ち回りが全然変わりますね。そして一人通過の最後はレディウス。レディウスはどうなんでしょうね。なんか細かくできることが増えたけど、全般的な強さには変更なしといったところでしょうか。なんかね、地味です。嫁の体力が減ってるんで、やっぱりそちらを殴られる、嫁を殴られると状況がすぐに苦しくなってしまうのが弱点なんじゃないでしょうか。で、残り3キャラ見ますか。イザヨイ、イザヨイは可愛いだがトロイ、得意な強化は飛び道具、飛ばせて落とせ、苦手な科目は相手の缶詰、口癖はごめんなさい、座右の銘は強くなりたい、そんな封印兵装です。はい、イザヨイ可愛いですけど呪いです。中下段迫ろうとしても相手がそばにいないんで何も起きません。結構ね、イザヨイ、なんやろ、解禁直後はプレイヤーがついてたんですが、大体折れて測りましたね。バレット触ってしまえばフレーム攻めがあるんで怖いんですが、その触るまでのプロセスがやっぱりステップキャラなんで苦しいのと、まあ所詮はフレーム攻めなんで逆二択に弱いといったところですね。なかなか面白い要素持ってるキャラなんで、なんやろ、ドライブの D ボタンがもうちょっと研究されれば、あるいは立ち回りが変わるんかもしれないですね。アマネはね、中遠距離から削ったりしてエロく戦うキャラなんですが、ちょっとね、守りという面でなかなか割りを食ってまして、無敵技が少ないとかいう横押しに弱いっていう弱点ありますね。機動力の低いキャラには遠距離からせこく戦って割と遊べるんですが、ちょっと横押しに弱すぎたというのが今のところですね。ただ Z などの移動技による立ち回りの多彩さ、プレッシャーはあるんで、このキャラこれからの研究とプレイヤーの努力次第では伸びる可能性は十分あります。さて、頑張ってキャラ情勢を喋ってみたわけなんですが、やめてあげてよ、イザヨイは弱えよ、弱えというかトロイ、このね、ブレイブルーっていうゲームね、基本的にトロイキャラ弱いんですよ。なんでかって逃げるのが強いキャラが多いからです。逃げるのが強いキャラ、タオカかバルケンハイン、その辺のねキャラのね、あとレイチェルモが
逃げ能力が半端ないんで、なかなかねトロイキャラは生き延びられないんですよ。特に田岡がトロイというだけで田岡に不利がつくまである。まあ今作は先ほども申し上げました通り、オーバードライブを絡めたコンボや立ち回りが全キャラとも強力なんで、攻めが強い、まあ攻めが強いんでどのキャラにもワンチャンはありますが、なかなか難しいんじゃないでしょうか。といったところですね、全キャラの紹介は。まだ8時15分やけど誰か来ねえかな、誰か来ねえかな、暇になってきたぞ。まあ実際の対戦見てもらったら分かるんですけど、ライチ VS テイガーね、逆に言ったらねテイガー側がノーちゃんのようにも見えるんですが、どっかで通せる技さえあれば一瞬でひっくり返りますね。これノーちゃんに見えて荒らせる、来たよ。でこうなってガーキャン使ってジャンプリーからゴディニリー、それはまあまあ、ただねまだねこっからね、今回の定外はね別にね投げと打撃どっちのタコを通しても減るんで何が起こっちゃうか怖いんですが、まあ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 、ああま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 あ、まあ、こんなもんです。何か起こせるキャラではあるんですが、その何かを起こすのが非常に難しい。それはまあ投げキャラの宿命ですね。本当さて、ちょっと重いでしょうか今日は。たまにね最近ユーストリームの配信が重くなるのが申し訳ないんですが、そういう時は左下のボタンの再生や停止を押していただけますとはかどりますね。冷静に考えてね、ライチのこの火力の高さがね、本当安定した火力っていうのはやっぱりこのゲームにおいて非常に大きくて、安定して火力の出ないキャラはねなかなか厳しいですね。例えばイザヨイとかノエル、レイチェル、プラチナ、この辺のキャラはね安定して火力出ないですね。狭間も指導によるんですが、ただね狭間の指導は大概いいんで結構評価が高いと言われてるんですよね。まあまあまあ、のおちゃんでした。さて、この放送ではコメントを所望しております。たくさんコメントください、たくさんコメントください。割とね今日は喋ることを大体アークレボリューションカップの紹介をある程度もうやっちゃったんで、結構ね喋ることがないんですよね。もうキャラ情勢と進出プレイヤーどうでしょうね。キャラとプレイヤーとか見ていくと本当に、この間のブルレボ
ブレイブルーレボリューションカップおと同じようなプレイヤーが出ているんで、電波、野勢、伊助、ハゲ、ミオ、秋葉、タックロ、クレス、コナン、アバレンジャー、ミツルギ、ゴロ、ヒヨコ、ヒヨコくんは出てたっけな、確か。コムソウ、ソウジ、リョウ、ウィキの人、ウィキの人、出てたっけ。ゼクソ、ニッシ、ドラ、ナタキシ、チク、チクさんも出たから、ユッタ、タヒチ、タヒチさんは確か、今回初、コウヤ、ダイワ、ラズ、デンポ、ユイタバ、ユイタバさん出てたと思う、マメ、マメカカ、アル、池上、小池、ヨシキ、西洋ピクリ、馬の骨、キンテイガ、シエル、辻川、フェンリッチ、ドグラ、ガリレオ、マトイ、NO、ユーマくんは、今作初ですね。ピーチ、コガタン、LO 国標、シュー、カズ、ラル、キクチオ、フィルム、ムッチ、ホアン、NON、あとゾンビさんも、ブルーレバー出てないはずなんで、ゾンビさん、ナオヤ、POTI、ハセノハさん出てたっけな。まあ、64人。前作のね、ブルーレボがかなり進出プレイヤー、進出チーム数多かったんで、まあ大体がブルーレボで見たことあるようなメンツっていうのは間違いないんですが、まあその中でも、キャラ別全一クラスのプレイヤーは多くが出揃ってるかなっていった感じですね。結構ね、今作はシングルでは興味ないとか言って出てないプレイヤーが特に関東に多いらしくなかなかね、なんだろう、最強のベストメンバーが揃ってるというわけではないんですが、まあまあまあ出たやつが強いんですよ。出たやつがこのメンツだったら相当危ない楽しい大会になるかなと思いますね。かなりね上位どころは揃ってる感じなんで、まあまあごくごく一部のプレイヤーが出てないかなってだけで、ブレイブルーやる気あるプレイヤーは大体上位で揃ってるかなという、そんな印象ですね。まあまあまあこれからブレイブルー見たい方も観戦非常に楽しいと思いますので、ぜひぜひ楽しみに見てください。さて、画面の方ちょっと見ていきましょうか。大の流れ NO ですね。このジン最近ちょっとジンも使い始めようかなってことでジン使ってます。こいつただね、 NO 結構昔から特殊なプレイヤー多く使ってるんで、このジンというキャラを使いこなせるかどうか。ツバメを読む、でもなんだかんだ言ってね、そういう読みの鋭さとか各種プレイヤーの能力高いですからね、NO は。前転通る、まあ通りますね、防設置してるんで。ははっ中段バースト。ただね、こういうガンダッシュをいなす力がね、ライチとにかく強いんですよね。そして山根もあと一歩で出てたんですけどね、前日予選期待ですね。山根、山根はね銀切符も取ってるんで、山根は前日期待です。まあ N は一瞬で死にましたね、ジンなんて使ってるから。ワンチャンそのうちバレット出てきて、ワンチャン最後にレイチェル出てくるかなーといったところですね。いつ上ガードポイントのいつ上なんですが、今作、あれ空中ガードされても
よっぽどのことがない限り反撃が難しいんで強力ですね。いつガードされてもいいから打っていけるというのはやっぱりガードポイント技は強力でしょう。それガードされてもいい、ガードポイント技は強力でしょう。さすがに 4D、 この 4D がね画面位置問わずに追撃できるのが CS を思い出しますね。あの頃の相手も非常に強かった。そしてクロノファンタズマからの新乱舞技、新ロート、この技のおかげでね画面中央のダメージが結構ね自重しない、安定して締めれるんで新ロート。まあダメージのね数値的にはそこまで大したことないんですが、やっぱ締めで安定して DD が使えるというのはでかいですね。まあその分ライチは、国士無双、そして、大車輪という高速力の高いオーバードライブじゃないわ、ディストーションドライブを失ってます。なんで、昔のライチの黄金パターンである長いコンボでゲージ回収、画面端に持っていって、ディストーションドライブ DD 置き攻め、そしてそのループという最大の勝ちパターンはなくなってますが、 DD で置き攻めできなかったら棒投げながら置き攻めしたらいいんじゃないみたいな、そんな感じですね今のライチは。そう DD で置き攻めできないんだったら普通の棒で置き攻めしたらいいじゃないという、そういうキャラになってます。嘘つけ4D タイプ。まさかの 4D タイプ。あとねこの満天棒投げっぱなしボードがめんどくさい、本当にめんどくさいです。そうですね、あと今作ね 3C カウンターがね全般的に全キャラ受け身不能になったクロノファンタズマでかいですね。昔はねライチの 3C はカウンター仕様が受け身取れたんですが、特に素で今回カウンターすると大惨事なんで、下手に棒ありやから、ね、棒ありやから暴れていいやっていうのがだいぶねやりにくくなったのがきついですね。というわけです。さて、第54回下級のグダグダラジオはブレブルクロノファンタズマ、ブレブルクロノファンタズマアークレボ前特集号でお送りさせていただいております。なかなかねアークレボ進出プレイヤーが入ってこないのでこのプレイヤーのここに注目とかできないんですが、まあ今日は少なくとも NO とガリレオが来てるんで、この両者の強いところなどについては細かく語っていきたいですね。それラジオと聞いて飛んできたプレイヤーも結構いますね。テラルナ君も遊びに来てくれましたね。そうですね、端マウント取ってる位置での一通が本当に強くて、構えといて相手のいる方向にボタンを押すだけというちょっと何言ってるのか分からない強力さありますね。構えといてボタンを押すだけ、あそこまでね万能な技でもないんですが、入れ替えながらの補正切りはガード、昔のブレイブルを知っているプレイヤー初心には現在のクロノファンタズマのライチの満点棒ボート橋の受け身不能時間の長さ分かっていただけますか。あんなに受け身不能長くなかったんですよね本当。
白面の 3C カウンターは昔から大惨事だからいいんです。言うても8センチが減らないんですよ白面 3C は。そうですね、ライチのジャンプでほんまイケメンですね。あれこのハイジャンプ2段ジャンプで棒を高いところ安全なところから飛ばしながら移動技のリーチで移動する相手の軸をずらす動きが非常に強力ですね。やっぱリバサイッツあれもね、なかなか下段を当てに行かないといけないんで、めんどくさい動きですね。で、一通だ。あの一通のセンターがギリギリ届く距離での一通構えのみのマウント、あれが本当に強いです。あの距離でね、関連上ガンダッシュゲダンが刺さる技を持ってるキャラがあんまりいないんで、ガンダッシュの段階で C ボタンを押しといたらまあまあ刺さりますよねっていう。このライチが棒を持とうが棒を飛ばそうがガンガン寄ってくる動き、立ち回りもねやっぱりジャンプリーで、はい、リードが取れないんで。そうですね、8000とかね、ぶっちゃけ白面使いね、あの計算おかしいとかね、感覚おかしいで全くもって言われますけど、言われますけど 3C カウンター8000安いなーとか言ったらお前何言ってんねんって言われますけど、実際問題もっと減る指導があるんですよ。白面っていうキャラ、空投げとか。空投げ指導からね9000減るとか言ったらねびっくりするでしょ。 3C カウンター8000で済んだっけな、はい、一通許せない。ははは、そのうちね、多分あともしかしたら次の団体戦エアライチ被害者の会とかできるかもしれないですね。エアライチ被害者の会、一通許せない、絶対にだ。あとね、椿は昇竜 C アリがねチャージゲージあると非常に確定反撃が困難な技になるというのも強いですね。昇竜拳ガードしたけど反撃がない、これは強力ってなるでしょう。空投げ、あと今作空投げから減るキャラね優遇されてますね。やっぱノーゲージでもあれぐらい減るんで、一通のガードポイント構えながらね、はい、一通のガードポイント構えながら寄ってくるのはマジ NG ですね。あ、後ろ投げ1番超えてません、超えてません、残念ながら9971らしいです、超えてないらしい。まあ超えたレシピあんのかな、わかんないですけど、まあ4投げからね9000とかね、自分画面足4投げ奇襲オーバードライブうんたらかんたらルートなんで、言うてもそんな状況あんのか。4投げオーバードライブルート、まあもっぺんちょっとチェックしときますけど、4台から9900ぐらい減るらしいですよ。
あのね、ジャンプディがね、本当にね、技の発生が早くて、逃げる相手がジャンプディするとなかなか触れないんですよね。ネパガリからの空投げ、ほんまにね、空投げ 5C、6C、後ろ投げ R、うん、はい、捨て椿、どれかの城で9000以上、まあ大体そうですね、大体。まあまあ下段からね、8000しか減らないのが革命、ちょっと弱いところですかねって何言ってんやろな、これ。下段から8000しか減らない、一応9000出たんかな、天地面曰く。なんとか出たっていう話も聞いてるんですが、てな感じですね。まあまあ白面の話はなんやろ、言ってると頭ハゲてくるんでやめときましょう。はい、俺白面使いですけど、多分なんやろ、ハゲてしまう人がいっぱいいるんで、白面の話すると。レッピョカウンターからね、結構減るんすよね。NO らしいそれっぽい立ち回り、 2C 今作ね、ジンの 2C がね、割と実用レベルで頭無敵がついているっぽく、いろいろ体育技も怖いところありますね。あとダッシュ B からの拾いが非常にゆとり、前作までは空中でダッシュ B が当たっても2発目で浮いてしまうんで、結構人確認が難しかったりしたんですが、今作はね、あの 5B の2発目が下方向引き戻しなんで、まあまあ地上だろうが相手空中だろうが 5C 押しときゃコンボになるというって感じですね。そうですね、後ろ投げ RC、 後ろ投げ 1RC コンは確かね、1発目が2発目が入ってるんで、コンボ時間短いのままなんですよね。なかなか難しいんですが、まあそれでも9000出ればいいでしょう。最近喋ってても鼻つまらないようになってきてんけど、今日はしんどいですね。さて NO の陣が2連勝、それっぽい立ち回り、リレー三振、あー飛びが通るか、バースト使うリュウヒト、まあ抜けるよね。 5C、3C、無双、アルコン、そんな減るんかね、あのルート分かんないんですけど、まあまあそれなりの減りですね。ジン2試合10フレから、10フレからか、あれまあまあ前作に比べて3フレ早くなってんのかな。今作ね、頭無敵技が割とね弱体化傾向にあるんで、全キャラ対空がなかなか安定しないっていうようなところはあるかもしれないですね。ほうほう、
5位から。あとねバングもね今まで頭無敵技がなくて悲しみを背負ってたキャラなんですけど 3C スライディングが頭無敵になっているというだよね確か。うさんくさい性能になってますこのキャラ。勝利浮かぶだからコンボいけずボディから突勝。嘘。まあまあまあとりあえず3000役で締めて。うわー919919ありがとうありがとう。長えな919。まあ本当にね、前作の CS2EX やってる方ならお分かりと思うんですけどこのゲームね頭無敵のあるなしね全然ちゃうんすよ。 CS2 がやってる方なら分かると思うんですけどあるとないとではね体育の安定感が大違いで。はい。おフィルムが4投げ1万超えルートツイートちょっと確認しておきます。フィルムさんが4投げ1万をツイート。怖いなぁ画面足も投げこするやろあいつ絶対。そんな白面ガーキャンから JA これがね強いんですね。オオカミ B 弱いわ立ち D 弱いわゲス顔うるせえオオカミうるせえバーケン尻尾投げつけんぞウィキ荒らすぞこれいきましょう。バルケン使いがなんか暴言吐いたらウィキ荒らすぞって言いましょう。さて画面にはみんな大好きエノーさんが映ってるんですがなぜか今使ってるキャラ人気さらぎというねよくわからん状況です。投げは通ってビリーから特にわあ忍者さすが忍者忍者汚い相手紫にしといて紫投げは汚いこれは見えんね、10段前後のプレイヤーが今は配信台で対戦していただいているようでなかなかの賑わいですね。6A から6Bサカベ君がね最近というかクロノファンダズマからずっとアチョで頑張ってくれてるプレイヤーでやっとね段位2桁が安定してきましたね。これからのプレイヤーですよ。今作もバングのジャンプへ強えな。まあこんな感じで割とねわがままに立ち回れる系なんですよね今作のバング。まあまあ連打しすぎるとたまにはこういうこともあるとうまくめくる。あで攻めてきたと思ったらジャンプリーで体育ずらしが行われるというねなかなか厳しい。はは
浮き嵐リアル裏回りハイダラソニック形成。リアル裏回りはともかくハイダラソニックはちょっとあのゲームセンターの人が長野人が悲しむんでやめといてください。そうっすね、誠もねだいぶ最近運びコンボが開発されてきてコンボ面ではそろそろ不満がないんじゃない、ないでしょうかといったところですね。あとはもうプレイヤーの差し込みのセンス、崩しのセンス、こういうね差し込みのセンスが問われますね。結構ねただねコンボ選択が難しい系のキャラですね今のバルケンハイダや誠は。投げクラッシュトリガーからこれは無理なんで、いやー 6B 空振っても 6A が間に合うというね、この辺の回転率の良さも誠らしいですね。6A からすぐ中断、一応下段もあるはずなんで侮れないですね。2B からおっとジャンプD裏から下段、うん、こういう動きもあるんでね、ほんとバングは幅が多いというか自由度高いと言いますか難しいと言いますか、キャラ対が難しい。シュダガード有利からもう一回だがさすがに暴れていくか、遠距離にいるとね釘が巻かれるのでめんどくさい。まあまあ 2B からもちろん暴れてジャンビー、はあはあなるほど、拾って運んで前転イレッパが潰れる、逆に運んでちょっとまだ草上亀くんコンボ選択が従前じゃないところ見受けられるか。コズミックレイと 6A ずらして裏 JB B 指導なんでトリマ運んでカウンターサード。バングの爆戦依然優秀ですね。まあまあ地上くらいという弱点あるものの爆戦ガン読みガン読みから固めて投げ抜けるレディー集団通るがバースト、あーうまくさばく釘ガードからのジャンプ A ね、なるほどな。まあもともとバングの釘はそんなに攻撃レベルが高くないんであれぐらいの低空でもガードジャンプ A が間に合うわけですね。ゴシからここで切れる爆生、バングはなんで爆生を狩るんや、ガンダッシュしかないのか。あそっか別にでも 5A5B 入れ込みダッシュとかでいいんか。割っていく、上からいく下段 R 使う、まあ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 から 6A 対空間に合うもんね。結構ね今作ね 6A 対空 6A 対空のね補正頭無敵対空はね指導補正がきつくなってるんでそこまでね壊滅的なダメージというわけじゃないんですよね。まあただちゃんと落ちるというのはでかいことですね。今作の対空は対空技自体も弱くなってるんですが、まあそういう対空からのリターンも、はい、
減らないというところありますね。落ちにくいだけじゃなくてダメージが減っている、そういうところもあるんがね、でかいですね。そうですね、あとは今作、各技の属性がほぼ単体になってて、そういう属性無敵技っていうのが非常に強力ですね。今までやったらそういう副属性持ってる技を重ねておけばそういう属性無敵系の技には打ち勝てたんですが、今作そういう副属性持ってる技が非常に少ないんで、なかなかままならないです。まあ例えば白面の 5C とかも前まで副属持ってたはずなんですけど、今回なくて、確かビバーチェに負けた時はどうかと思いましたけどね悲しいなーって。エノさんだいぶご了承しますね。5B カウンターから、まあ、トリマ飛ばしてジェリー 5D となんとか脱出、リレーから中断、まあ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 当たってない。で強いんだよこの技、発生まで遅いんですけどガード差し有利なんで、なかなか優秀な突進技ですね。発生までがまあ弱くて、発生までが弱いっていうのが非常に厳しいんですけど、レイ下段ガード重なってなくて、どうすんのこれですよね。あー拾えない、ディレイ吹雪っていうのがやばいな今のエロ。あー差し返す、そうっすね、 D ボタンだけ押してるようなノエルが白面やったら 2B 押すか 5C 押すかしないといけないんで、今回結構ねめんどくさいですね。意外と反撃がない、反撃が難しい誠ゴーディ意外とむずいですよね。あれジェシー5C カウンター、やっちった、あれは突勝位置を見てからじゃないとダメ。コンボ懐かしい、3800が高いとかわからんけど、あーやっぱこのルートは高い高いっつうか、それなりにありっぽい 6AR。 地味にうまい NO、 なんかカードの名前にやってるキャラネームがなんかキモいぐらいで、ジェシーから刻むけど 6C5C カウンター、 5C ブンバス差し込めなかったけど中段が通った 2C にバースト、地上戦が苦しかったらノエル側にはジャンプ C で飛び込むという選択肢があるんですが、はいはい、やっぱエノの出し小判の置き方は非常にうまいですね。いちいちうまいが、まあまあまだ言うてもまだ5段ですわどこまでやらはるんやろうエノさん。6月1日の顔ぶれ大会をステバスルさん来ましたね。はい、選択するゲームタイトル間違いました。6月1日の顔ぶれ大会をステバスル
はい、6月1日にカオスブレイカー、ネシカクロスライブ版の大会やります。いやそういうね、配信宣伝勢が積極的に入ってくるの面白いですね。今日配信宣伝勢ラジオならではの展開。 6A から嫌がらせでディレイゲラーとね、いちいちね今作ね、ああいうディレイゲラーが強い。クロノバンタズは結構ね、各キャラコンビネーションのに余裕が増えまして、ディレイゲラー中段とディレイゲラーの2択をかなりね迫れるキャラが増えました。まあジンもその一人で、前作までやったら確か出なかったタイミングで 5B ディレイ 2B とか出るはずなんで、ちょっとめんどくさいですね。はっ、ヒレンスを押しっぱなしに失敗。江野さんあれ好きですね、非衝撃からの当該標準。レッドやらかしい、や安い。あれレッドってそんなに反撃しにくい技やったっけ。からのジェシーカウンター、あー安定コーン、うさんくさい片目、うさんくさい片目やけど当たらない。さすがライチ、デビーと難しいか、 4D 通る、シュンから 6C で締めて入れっぱで返すがガキャン、どうすんのこれ。とアフダイグ取れない、まあ最後は 2C と。なるほど、やっぱジンというキャラがそつなく強い。読んでね、セカジンからだから地味なディレイで潰しを狙ってくれのヒット確認、飛残劇 6C クラッシュトリガールート、まあまあ繋がりませんと。ひょっとして江野さん 22C が出てない、ひょっとして 22C が出ないんちゃうかな、 5BC から。前日予選のあの超特急日程についてどう思われますか。まあしょうがないんじゃないですかね。はい、世の中にはいろいろ大人の事情もあると思いますし、しょうがないんじゃないですかね。前日予選、まあちゃんと運営できればいいんですけど、はい、名前、名前、カキさんエアガイツやりません。はい、あ、はい。エアガイツやりませんと言われましてもね、まあ、まあまたエアさん、お話しください。まあじゃあエアガイツやりましょう。基盤買いましたってことは家でやろうということが、これはなるほどな。西シュンからこのディレイ、最近ね屋さん凝ってるんですけど、バレてる人間にはこんな感じでお仕置きが入りますね。そうですよね、今回ね一通が反撃がないんで、ジャンプ攻撃に対して一通を構えておけば、ガードポイントから一通上、相手様子見した場合は一通下でかなりローリスクに対空取れるんですよね。
そういうところを見逃せないですね、やっぱライトの一通は。ドヤ顔、多段技とはいえバーストが溜まるはずなんで多分ドヤ顔です。鼻にフリスク入れたい。ジャンプシーからと熱っぱがりだったんだが、ジャンプシーが当たらない薄さ。ふなげなんかいちいちそれっぽくうまい。西井大工あーなるほどね。あキャンセルオーバードライブで耐えたと思いきや、ああしか言ってない。特にクラッシュトリガーガードと 3C から何や今の攻め。継続しようと思ったら食らってる感じか。綺麗そう、ガード。としか言いようがない。あるある。さて、エアライチが、だいぶ軸をずらしながら時間使ってるが、ここで中段補正切りと。なるほどね。ライチ使いの皆さん聞こえますか、対空は 4B です。 4B を使うのです。いやいや使うから、使うから 4B もダメージはそこそこなんですね。 4B の後は1通が入るんで、棒は棒なしでも 4B から、まあ棒の戻り次第で BBC からいろいろ当たっちゃうんで、ダメージはなんだかんだ言ってそこそこですね。どうする？棒ヒット、棒カウンター、これはダウン、復帰不動。なんかどっかで見たの今の列表、さっきもあったはず。ハクから獅子 4D バックステレカース、はあなるほどな。こういうキャラ対策がね、かなりね、キチガイジ見てるのがね、エローなんですよね。相当エノさんのねキャラ対策はね仕上がってますんで、そうっすね。今作はね地上投げの範囲は全キャラだいたい狭まってるんですが、空投げの範囲は変わってないキャラの方が多い。そこまで変わってないっぽいっていうのはでかいですね。マジか、たまたまか、狙ったんか、ははは。その読み合いはいらん。あっ、えのドヤ顔ひよく失敗。ドヤひよく失敗でしたね。まあまあまあ、いつの弱点は属性無敵でかわせるっていう点なんすかね。やっぱ弱点って言うほどのもんか。さて、なんかエノーさんのトレモが始まってるけど、ボタンでも壊れたんすかね。本日2013年5月8日下級のグダグダラジオ第58回下級のグダグダラジオブレイブルークロノファンタズマアークレボー前特集号とさせていただいております。ちなみに来週2000 名前変えた
来週5月15日はアークレボ直前特集ギルティギアエグレクスアクセントがプラスリローディッドでお送りさせていただきます。NO さんエアガイツやりませんエアガイツなら負けんぞせやな列表だね、列表あとはね、熱波できないんですよね、実はメイドなことに。このやっぱりジャンプ D からのリーチが強い、ジャンディーリーチ、ボーカー歌なんで、まあ、トリは軽く拾って熱波狩りもしてが空中蹴り取れる。最後 S ラ 6A、 なるほどね。さて NO さんにそろそろレイチェルを使ってほしい時間帯になってきたんですが、世の中そんなに甘くないか。レピョなんか低空ヒットやったから 5C が当たらないというまあまあありがちな攻撃だが、ボーイチがミスってた低落投げ、こういう動きもエノ実はうまい。一旦下がりながらやっぱりジャンプ D が強い。ボートバシカウンターバーストあるから、しゃがみ確認なんで、しゃがみ確認がしゃがみは確定なんで、さあどうなんのこれ。 JB 初からジャンプ C で降りる、はい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 、ライチの強い点がお分かりいただけたでしょうか。あのハイジャンプ2段ジャンプジャンプリーからのリーチでの移動がね、とにかく捉えられないんですよ。ローリスクローリターン、のね生きた見本で、まあ盆栽設置できればライチは同時攻撃ができるんで、ローリスクローリターンというのは一概には言えないんですが、このね棒を飛ばして追いかけながらの低空ダッシュ攻撃はね、とにかく止まらないんですよ。想像以上に止まりません、あれ 2C 体育、まあ、想像以上に止まりませんって言ったそばからこれですけどね、言ったそばから止まりましたけど、本来そんな止まらないんですって。土壌でパラス追撃 R もあるんで、まあなんとかなる。レッピョーレッピョー R 何も起きずクラゲ抜ける。そしてここで棒カウンターとね、はい、満点棒はね、棒飛ばし息がカウンターすると、息がカウンターすると帰りがノーマルヒットでもカウンター属性が残るんで、非常にアドリブコンボが伸びますね。まあまあ、CSEX からなんですけど、それでも拾える。相打ちは俺のターン、本当にこの2段ハイジャンプが強い。ハイジャンプ2段ジャンプが 6A バースト使っていく。デビーと棒が当たってしまう。あら逆飛び、これはガード
補正切って6A バーセミナが何も起きない。ジェシーカウンター、まあまあ当たるわけなくて、告知無双、中段ガード、下段ガード、紫が通る。なんでさ、はい、たは魔導棒坂飛び、いやエアガイツやりませんという言葉の威力なかなか偉大ですね。もしかしたらエルオさん日和りましたねこれ。ジェシーから中段 5B6C バースト、だがこれは当たらない、バーストレベル3で跳ねても大丈夫。デディ 5D で締めて一発でカスリから 6B、 おっとレベル3じゃない、クラゲ取ったのはライチ、状況重視だがシュナガード、 J2C 置いてあった。そういうリバサ6リードがちょっと、なるほどね、第一ラウンドは草壁、はいはい、レイ残念ながらコズミックレイ当たってもあんまりねいいことがないという点ですね。最近のねブレイブルでそういう当たってもいいことがない技ってねそんな強くないんでね。あ、エノーさんや、陣使いのエノーさんが放送席に来ました。ほんまレイチェル使ってよエノーさん。おう、寒いやん言うなや。エノーさん誰が強そうってわかる、俺から出た出た、 NO さん俺からいただきました。どうなん結局、見たことないワッキーとばっか言うなよそんな。あー CP な、うん、確かにな、動画とかで出てる人あんまりいい日もんな、は動画じゃ分かりません、まあね、まあまあね、まあまあそんな感じやけど、エノーさん意気込みとかあんの、レーテルあんまりない、はい、まだ1週間あるし、うん、前日になったら緊張するでしょうね、なんじゃそりゃ。お、あるっていうかマイクあんねんからさ、はい、意気込みは、関東の前夜祭のファイボンだけは絶対に優勝するってのが、はい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 、本当に目標なんで、前夜祭のファイブオンだけは優勝する、だけは優勝する、うん、誰と組んでんやったっけ、確か確かアカンチームやんな、フェンリッチ、フェンリッチ、辻川プロメテ、プロメテ、マトイ、マトイ、これ NO 相当せこいな、うん、相当せこいでそれ、いや結構あのプロデュース頑張ったから、うん、プロデュース頑張った、いやとりあえずそのチームはマトイが門番で行けって言って門番のマトイ叩けってやろ、声でへんやつはもう絶対無理ですっていうチームやんけ、あながち間違ってないよな、でもまとに普通に強いよ、うん、本当にあいつ頑張ってるし、まあね、いやー怖えチームがあんな、その5を前夜祭 俺を倒しに来いと。はい、エノです。今作のレイチェルってどういうキャラかエノの口から聞きたいんやけど、コンボは結構、特に中央は、うん、まあ、めちゃくちゃ安いけど、うん、まあ、端に行ったらコンボ火力が、まあ、少しだけ上がって、それでも低いけど少しだけ上がって、うん、上がってなおかつ、うん、一生はめるみたいな、一生はめれるんだよね、だからやっぱ中央は本当に運ぶだけ、うん、中央は運ぶだけ、本当にね
A 指導やったら適当に C、C っていうね。もう B 指導やってもデイトレのコンボって、ダウン奪いたかったら、なんかほんまに2500だよね、しか減らへんから。そう、まあ、それは 5B やったらやっぱ2500以上減るけど、うん、HL の 5B っていつ当たるのって感じだし。だよね、かっこなんだよね。そう、まあ、当たりそうな B 攻撃、まあ、アイリスとか、うん、まあ、そういう系の、うん、まあ、アイリスなり、なんか 6A 対空とかだよね。あんな辺のコンボは全部2500、600しか減らへんから。だよな、ダウン取ったら2500。そう、ダウン取ったらってでもそれもね、死ぬほど状況いいわけちゃうしな、いつものあれやろ。走りに行ったら状況はいいって感じで、うん、走りに行くだけやんな。ただまあレイチェルは、まあ、ほんまに 、まあ、中継が見えへんし、うん、でもあの今回のブレイブルース CP、うん、CP は結構スタンダードキャラに対しての防御法が、まあ、ガード頑張ったらなんとかガードできるっていうレベルだし、はい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 、レイチェルは、まあ、火力低いけど、まあ、頑張ってもガードできないがあるんでね、相手にはめられません。でもレイチェルは火力低いけど、はめちゃいますみたいな、そう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 、そういう感じで、まあ、強いキャラかなって、うん、なんだよな、まあ、逆にまあガールできひんかったら、うん、まあ、俺も崩すけど、うん、俺も崩されるわってやったら火力やっぱ低いから、はいはい、負けちゃうねんけど。だよね、本当にガード大事かな。エクステンドやったら本当これ、うん、一生攻めおらへんやんつってそう、バリ職やってもバリ職やっても意味なかったけど、うん、今回やっぱ、まあ、バリがあったらバリ職と、まあ可能なのはバリ職して、うん、ちゃんと中継見るときはバリガードってやったら、はいはいはい、やっぱ距離離れていくし、離れていったら、まあ、暴れと上入れっぱと、まあ、さらに、まあ、相手ガードみたいな、なるほどね、その3つぐらいでやっぱなんとかしのげるし、はいはい、今回の結構あの特殊ゲージ持ちレイチェルが始めとする、うん、あんな辺のキャラは、まあ、爆発力というかその火力的な意味での爆発力は、まあ、バルケンもそうやしカルルもそうやし、うん、まあ、前作より明らかに減ってるけど、まあ、特殊ゲージ持ちはその分崩す機会がというか、だよね、まあ、そう、そう崩す機会増えてんだよな、まあ、相変わらず崩せる、うん、ラグナとかあったら前作もうハーデス打ったら絶対崩せるやんってやんじゃったけど、うん、今回やっぱハーデスもゲージ溜まりにくいのもあって打ちにくいし、だよね、打ってもやっぱガードされたらラピアンしひんかった。まあまあ今回ねしゃがみ技で2段目が当たらないっていうのはあるから、そういう意味でやっぱスタンダードキャラは、まあ、何年半ならやっぱ攻めが弱い、はいはい、まあ、ちょっとタオカカはタオカカかなあいつがな、あいつに対してはやっぱ、うん、ちょっと昇竜持ってへんかったら無理かなっていう、うん、昇竜があったらまあ別にずっとガードすればいつか向こう様子見するしって言って、だよね、なんとかいけんねんけど、なかったらもう無理やね、なかったら無理やろ、タオカカの攻めだけは。さてあのエアさんの名前がめっちゃ面白いやけど、さっきから負けた相手にエアガイズを一生進めていくというね、配信楽しみすぎやろこの人、はい、ほんまな、それエアさんの名前どうなってんねん、草壁エアガイズやりなよそらもうこれ草壁くんもさすがに苦笑いやで。NO さんの本番はブルラジの公開録音ですか、録音ですか。いや、もう本当の目標は、うん、なんかもしかして優勝したりしたら、はいはい、なんかあなんかレイチェルの上田さんと、はいはい、一言でも話す機会があったら、あーなるほどな、レイチェルのマネを何かしてくださいというのが、はい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 、夢です。いやつまりののしってもらうわけやな、NO 何を言ってるのみたいな、まあ、73ぐらいで73ぐらいで、はい、だもうそんなやつばっかりやな、この関西系のブレイブルプレイヤーは。まともなガリレオだけか、言い過ぎか、言い過ぎやな、言い過ぎやな。あとあれやん、あの、うん、飲み会のほらホームページあったやん、はいはい、あれにさ、うん、ほらコメント欄あってんか、あったあった、なんかまあみんな なぜか声優書くながらになってんけど、うん、ガリレオは青山ゆかりって書いてたからなるほどね、そういう手が青山ゆかりでも今のやつは分からんか、分からんな、分からんし、置いとこ、それ置いとこ、スルーしておきましょう。はい、そんな感じで NO さんでした。はい、もうそろそろ23時17分やから、なんかレイチェルとかやるとガリレオがやってくるんちゃうかなさはいはい、ジン楽しい、なんか楽しいわ、うん、やっぱ殴り合った方が楽しい、投げが強い、そうやっぱ飽きるまでやっぱ殴り合った方が楽しいな、なるほどね。まあまあ江野さん殴り合うキャラとか結構好きやしな、うん、格ゲーっぽいキャラも使いますよ的なオーラ俺をレイチェルしか使えへんと思ったら大間違いやつ、俺をレイチェルしか使えへんと思ったら大間違いやる、いただきました、はい、かっこ全員一バレット、いや違うよ
マイク持ったら、あ、マトイさんやん。マトイさんなんか、うん、なんか一回喋ったで、なんか喋れへんって聞いてんけど、はいはい、マトイさんマイクでは喋れへんけど、なんか SOB 優勝した時、 SOB 優勝した時喋った、あいつ喋った、確かに喋ってたな、うん、なんか思うところがやっぱりあったんじゃないでしょうか。まあそうね、あいつ頑張ってるし、うん、それしか言わへんけどお前らちょっと悪いことしたから、俺前の前のラバトの時、あああれその話する、うん、いや、たま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 、なんやろ、バックステー狩りで 6C 打ったらそれカウンターしちゃって、で、疾風って打ったら、疾風って打ったら5000ぐらい減って、タオカが死んでったという、死んでったっていう、うん、甘えんなーって叫んだもんな、うん、1ラウンド目がひどかったな、なんやろ、そう、1ラウンド目向こうが3000ぐらいあって、こっちドットの状況で、タイムアップももう残り20カウントぐらい、30カウントか20カウントぐらいで、俺が置き攻め食らった状況で、で俺が雪風こすったらなんか空中ダッシュジャンプビーとかやってきて、いやそこ読み合いせんでええんちゃうのってならへん、いやカチューさんバカにされて、もうこいつ早く殺しとこみたいな、いや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 、まあ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 、まあ、俺が言えた義理じゃないんですけどね、そんな全くもって、あれ動画に残ってないからな、しかもまあ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 残ってたらひどかったね、ジンの殴り合い方が分かりません、誰か教えて、エリアルしたらジャンプ D で締めると見せかけて飛散撃、はいはいはい、飛散点か、それで大事だで、ほう、DAB さんのお得意コンボ、ジャンプ D で締めると見せかけてかっこよく飛散点、飛散点な、着地でないなあの技かっこいいしな、結構かっこいいな、あの技、うん、分かる分かる、立ち回りでさ振りたいねんけどさ、うん、忘れるわ、あの技忘れる忘れる、立ち回りで振れる技、あれ、あのほらバックジャンプシーンするやんか、うん、あの時に、うん、ほら下で潜り込まれる時に、はいはい、まあ、ジャンプ2種やっぱリーチ短いから、はいはいはい、まあ、ジャンプ B 振るか、まあ、そこで飛散線振るかみたいな、なるほどね、まあ、ジャンプ B の方がリターンは高いねんけど、しゃがみにヒットしたからだよね、でもまあ飛散線の方がリーチもあるし、リーチあるな、そこはまあ使えるかなっていう、はい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 、なんかいいこと聞きましたね、これNOG に期待やな、今日九州から遊びに来てくれやな、シロージさんやな、さあ NO セッタセえ遠征の人なん、うん、あのメンベいただきました、え、どこの人って、九州、うん、あ、はい、次のランバトの時に皆さんで食べましょう、さて、そんなアズラエル、アスラエルね、結局何やろ、ブレイブルーコンサクから始めようっていうプレイヤーがこぞって使ってたんやけど、なんかブレイブルーされて本戦には上がってこれなかったっていう印象よね、まあこのキャラやっぱあれかな、まあなんか、うん、結構こいつ攻めよりか街の方が強いし、はいはい、そう、街というか、まあ、バレットと一緒で、うん、まあ、中距離にいといて、まあ、いつでもいけるよっていうね、まあ、いけるよっていう、うん、まあ、グッサフとグッサフがやっぱグッサフとりあえず地上戦出てるし、はい、追えへんもんな、そう、でグッサフガールスの嫌がったらやっぱ、うん、ジャンプ攻撃で抑えるしみたいな感じで、はいはい、その辺が強いから、逆にまあそんなんせずに、うん、突っ込むばかやったら向こうが垂直ジャンプして、はいはい、まあ、グッサフ潰したりとか、まあ空対空早めに置いといて、はい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 、もしくは対空してジャンプビー潰したりとか、そんなんがあるから結構アズライルってまあ様子見しつつだよね、まあ、我慢する、要は、うん、簡単に言ったら、まあ、別に我慢なんて見せて当たり前やねんけど、はいはい、結構みんな突っ込んじゃうから死ぬみたいな、なるほど、体育も強いしね、体育強いよなこのキャラ、まあ、確か 6B も、うん、まあ、2C がまあしゃがみ体育で発生級やし、発生級やし、まあ、攻撃範囲が広いから、まあ強く、まあまあ、まあ、でもね、全体が短い、そうね、まあまあさすがにね、さすがに誠の5みんな差し込まれるけど、で、あと、まあ、6B か、 6B もあれ確か頭振り時は6かな、うん、頭振り時は早い、そう、6ってのは結構まあまあまあ、まあ、工作の普通のサイズやし、そうね、5と6が普通って感じだし、うん、で、その 6B は使っても OK やし、そう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 、あとはまあ 5A とか発生早い技もあるし、 5A と 5B が、うん、とっさには強い、そう、アズラエルな、使ってみてんだけどな、簡単にこいつらのコンボ選択が楽しそう、うん、コンボ選択超楽しそ う、 そう、あとやっぱり俺ぐらいのプレイヤーには難しい、
5D から 6C ので締めるよね。あれなんかためずにレベル1にしてる人初めて見た。いやいやいや相手のバーストもたまるよ。変わっちゃう。そうか、うん、あほんまやな。あそうやな、殺せる場合は、ね、じゃあの殺しきれるときはためなくていいよみたいなの。なるほどな、はい、それでも俺ドヤ顔疾風締めとかやるけどな、うん、ドヤ顔ひよく月面締め見捨てる江野さんもいたけど、あのひよく月面ってあれ別にやってもいいやろ、途中で死ぬし。いや多分ただ技やけど最終まで行くんちゃう。行かへん。いや行く調子少ないやろ。え、マジで珍道とかも行かへんかったっけ。だ珍道が行くだけ。珍道とバレットが、いやバレットも行ってないな。バレットが最後の5段ぐらいで殺す場合は、はいはい、最後まで行くねんか。へぇ、最初の方に死んだ場合は確かすぐ死んだはず。演出次第か。そうなるほどな。ひよくはいけんにゃ。確か田岡がも序盤で死んだはず。うんうん、なんでそこでまだ田岡が優遇されてんの、アップデートで。逆にまあ珍道ぐらいじゃない。はいはい、珍道とそのバレットの最後らへんと。なるほど。まあ誠誠どうなんやろ。はいはい、誠知らんわ。誠は土地で死なんで。死なへん。うん、江野さんの後ろにメガ出しするペルソナがいた。はい、棒のペルソナエアやな。メガ出しするペルソナ、うん、棒のペルソナエアが後ろに立っとって今。あ、これってあれだな。あ、写真じゃないわ、うん、カメラあるよ。あるんや。5A3 発から 5D、2B 広いから補正切る。怖え。この技もなかなか。なかなかやな。なかなかやんな。あのガードされて確かあれプラス違ったっけ。そんなにあったっけ。いやプラスやった気がする。プラス1ぐらい。マジか。なおかつ、ショックされてもグズダフとか、まあ、タイガー打てるから。だよね。暴れ潰していけるっていう。そうでスカッターは一応硬直中はカウンター判定。はいはいはい。でも逆にレイチェルの場合はスカッター硬直 6B したいねんけど、うん、カウンターしたら逆にコンボ行きにくいっていう。どうかったら、ね、遠かったら無理やし。一生エアガイツの宣伝してる人間がいるんだけど、これどういうことなんですかね。エアガイツとかさ、うん、もうブレイブルーズで知らんに決まってるやん。残念ながら知らん人のが多いな。だったらあれ FF7 でしょ、うん、時期がだよな。まあ PS3 アーカイブで600円らしいからぜひ一度みたいな。いやそっから繋げられたらたまらんで。ライチのさ、うん、引っ掛けがさ強すぎるんですけど。強いよ。強すぎるよな。わかるわかる。あの、うん、新しいキャラってが使ってはさ、うん、潰し方がわからへん。ほうジンはなんだろ。ジャンシー、ジャンニーシーなんかな。ジャンシーじゃない。白面とかでもいまだに悩むしな。ホタル打つみたいな。結構、うん、あのほらなんか前作よりかさ、うん、上に上がってんねんか多分。あーはいはい、高くなってんねん、うん、多分ね。確かに確かに。何でか知らんけどそのせいで結構ジャンシーも当たらへんし、多分持続が長い技の方が良くて、はいはい、ちょっとジンやったらジャンプにしなんかなと思うんだけど、はい、オーバードライブ投下。なるほどね。エアガイ使いました。マジかよ。エアガイ使いました。エアガイ使ったやつが俺この配信で。アマゾンで違うよ、あの PS3 アーカイブだよ。あ、そうか、あるんだ、それに。マジかよ。アチ君、勝っちゃったか。あー、勝っちゃったか。さて、エノオさん、9時半なんで、そろそろエノオさんのレイチェル見たいんやけど。見たいなー。エノオさん、エノオさん、行くか。うん、エノオさん、行ってよ。行くわ。はい、じゃあ、エノオさんでした。さて、そんな感じで、放送席でエノオさんに来ていただきました。まあなかなか面白い話が来てたんじゃないでしょうか。本当にね、格ゲーに関しては真摯にやるプレイヤーの NO なんで、ブレイブルーやってる方には参考になった部分多かったんじゃないかなという気はします。というわけで本日第54回カキのグダグダラジオ、ブレイブルークロノファンタズマでお送りしております。多分まあそろそろ NO レイチェルが出張ってくる気がしますので。ただなぁ、エノのレイチェルなぁ、自分でも言ってたけど寒い、寒いって自分で言うぐらいやしな。グローラーほっとね、このライチというキャラを追いかけるのはめんどくさい。あー、バースト呼んじゃう。まあまあいつものルートと
だよね、オーバードライブ等が。確かに確かに、ロック技やしね。最終段でロックで演出で死ぬような技は最終段までたまるかな。早い早い早い、ついてから入るまでは相当早かったエノ。一通一通珍老コン珍老ちゃん、一通ちゃんかコンちゃんかじゃない、カンちゃん、これが減るんだよ。あさて、NO レイチェル、アークレボリューションカップ唯一のレイチェルスカイである NO ですが、まあ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 触ってからですね、この時はチューチューからチュー下段でもな、届かないんだよな、あの距離は。エアライチ、ここで脱出に成功。このね、あのね、カエルを歩かせながらのね、立ち回りの距離感が NO 素晴らしいんですが、ここは、おっと繋がってない。まあ、護衛指導なんで、肩設置から、下段。コンボミス。コンボミス NO。あ、大噴火か。もう一人のキープ持ちのインタビューはまだですか。多分今の試合やってるんですよね。さっき来た時ね、そのうち遊びに来てよって言うといたんですけどね、もしかしたら放送中に来ない可能性もありますね。いつここは入れ替える、風を使って取れば両設置っぽくやって、取りま両設置っぽくやって、オッケー、落ちないから裏回り、まあ、棒はついてこないね、この連携そこまで致命的なダメージはないが、ひらガードこれですね、ジャンプ2段ジャンプ風、このね逃げがかなり強い。 6B カウンター高い、さて制圧しながら下段が通ったがカエルがついてこない、中断。超エノさん、オーバードライブ、バーデンバーデンリリーからのバーデンバーデンリリー、これがあるんだよな、レイチェル今作かっこいい。かっこいいコナミ、タイニーがね今回ね吹き飛び方が勝ってるんで、すごいね、当たった時のライン操作能力が高まってますね。 6A 相打ちスワウェイ、バック手が潰れて 6B 一通ウェルート、なるほどな、 6C で4000、紫抜ける、中段当たってた、どうしようもあんのか、とりあえずカボチャ作ってから考えようと、カボチャがすぐ消えるのきつい、一生カボチャ作ってただけや、エノさん。ダリア確定がやりたかったのか、さて一旦逃げて、だから逆に飛んだ、中段です
旬が通る、棒が当たる。さて江戸死ぬぞ。これ裏表、あ、これ江戸死んだんじゃね。残る最後はチャンカント、エノはあっさり死にましたね。まあライチャーつらい、ライチャーつらいです。カボチャは置けない、タイに出せない、カエルが寄ってくのを待つしかないんだが、レンコインした、エノレンコインエノさんレンコインです。まあまあ不甲斐なかったとはいえレンコイン来ましたよ。さてさて、とりあえず置きながらカボチャ、カボチャヒットからのテシガード、カボチャガードから JB、 JB これ当たりながら B 白なんで、とりあえず 3C で締めて、 3C アイリス下段でバースト、6位間に合う、あれ間に合うよ。いやーカボチャが機能しないライチ戦苦しいが、2位からバーデンバーデンリリー、4B 対2、無理やり行く、とりあえず CC アドリブコンボで締めて、まあない、あー、まあ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 、エアさんの世界や、誰もついてけ、さすがエアさんやで、たはっ、ですね、良い子の皆さん後ろ見てからコイン入れましょうね、ほんまに後ろ見てから、席立ってからな、席立ってから、後ろ見てからじゃない、席立ってからコイン入れましょう。なかなかエノ今日は噛み合ってないか。さてジャンシーカウンター 3C ソードアイス 6A4B ACC、 チューチュー、おっとジャンプ A が当たってまう。結構ねレイチェルの 4B もね発生早くてそれなりに長く全体が短いんで、牽制としてはかなり優秀なんですよね。これです、2500、これがレイチェルの基本コンボ、下段が通るで、平石3本のバーデンバーデンリリーから、平石2本のバーデンバーデンリリー、ダメージが見えません大概。2B 一通とがめて、3C カボチャから、まあもちろん熱波許しません、熱波、いや入れっぱ許しません。あのね、かぼちゃ風吹かすだけ確認がね、レイチェルの置き攻めの根幹ですね、エノーの。あれで昇竜拳も下げりながら、昇竜拳を下げりながら置き攻めに行きます。両設置で JB 指導なんで、コンボミス、さてここから立ち回りでいけないのが来戦なんだが、まあまあ空対空と、はっはっ、おエアスタイル、エアスタイルな。さて NO に対する上当たりをしていく草壁くん、
草カフェ君のね上あたりにはね毎回毎回好感が持てますね。逆に言うと草壁くんは上当たりしてるんで難易が上がってないっていうそういうところもあるんですよね。タイに風タイにカボチャタイにソーダアイリスの順番で連続ヒット。ここは風を節約しながら殴り合うキャラにはカボチャとカエルを置いた立ち回りを迫っていくがバックステが引っかかったと。逆手段ファジーが潰れるか。ゲージ吐いてジャンディ・ゴーディ、そうっすね、レイジェは風受け身があるんでね、ああいう飛び道具重ねる系の置き攻めは回避しやすい。椅子リリー CC 両設置、両設置がほんとね無理です。最初の中下段で崩れるとカエルが当たり、最初の中下段で崩れなくてもカエルの高速中にもう一回たくれる、両設置の怖いところですね。もちろん最初の中下段はカボチャ風カボチャを孵化しているんで詐欺重ね昇竜に対しての耐性があります。いやー自重しない、ゴーディアールこれどう締めんねコンボ、ロクシーコロナ、はいちゃんと分かってる。で最後は投げといいですね、素晴らしい。第3アウト、おっとロータスへバレルが当たる、N 風が相手の方向に吹く、強力に吹くというバレルロータス、相手の方向に強力な風が吹くバレルロータスでもって Y 軸方向 X 軸方向の風が強くなるベルゲロータスやったっけ。クーナゲ抜ける、まああのクーナゲは逃げるからには使ってるところですね。 6B カウンター、あっと A のコンボミス、若干迷ったか、さてルルねじ込みたい、ねじ込みたいけど下がると下がるでカボチャとかが降ってくるのでめんどくさい。下段まあまあまあ食らって確定バーストですね。ダリアがしかし飛んでくる、まあまあもう一個飛ばしますよね。第4ラウンド開幕は下段、風を使って運ぶ、結構余分に風使うんでね怖いはずなんですが、から肩設置 2B 先端重ねによるコロナアッパー対策ですね。多分今の今度はカボチャ、カボチャ重ね詐欺、カボチャ三風カボチャを重ねながら、ガードを入れることによって昇竜を詐欺ガードしながらタクるというテクニック、隙がない、本当に隙がない、これがレイチェルの置き攻めです。
なんか新しいコンボでもあんのか。なんか拾えそう、拾えそう、いかにも拾えそうだが拾えない。拾った拾ったー、マジかよそんなコンボあんねん。へー、拾ったーってなるわ。へー、さてエアライツのエアライツのエアガイズ宣伝、宣伝対戦がまた始まる。大丈夫、その対戦1回でエアガイズ買った人いるから。クーダイグー、この空対空からちゃんと風を使えば落とせる図がでかい。爆戦許さず中断が、風がない時のバーストちょっとめんどくさい。ここからチューン吐く、哀れが早い、直が仕込んでるだけにね、慌てず暴れていきますね。逆いつ当たる、まあいつものルート、ダブルイッツ投げが通る。まあまあちょっと安いが、レイジのしゃがみには 6B が当たらない。ジェシーカウンターのみ、珍しい。抜群の信頼度があるレイチェルジャンプシーン。ほう、テンペストダリア行きたかっただけやんけ今の。そして椅子が逆に出た。確実に今ね椅子出そうとして 3C 漏れてましたよね。6A 早め、2C 置いて、ここがバウンド入れ替えと、さっきも見たカボチャ、カエルの高速 3C 下段指導が 3C を使ってる。おっと胴技いけんにゃ、あの状態でも 3C 胴技使わなくて大丈夫か。バレバレリリー第3ラウンド中断、まあまあハッカー中で締めて中段ガード読んでたか。設置空対空からきっちり風を使って走り運ぶ。そしてこのマウント下段でバースト、サウトルカボチャバレルはかわせ、こっからねレイチェル側が1位にラインを上げない、上げられないのがきついが、ほらねエノさんちょっとかっこいいことやろうと思ってミスってるしな。だから 6B カウンター、これはもう見逃せない。あ潰してでドヤ顔 J6C J6C フィニッシュ。回るレイチェルはかわいい。これは先ほど江戸が言っていたあんまりない 5B 指導、3000近く取ったけど先傘でミスったか、それでも崩しに行こうとしたのか。三風寺これが全キャラ当たるのが強い。バースト
6B はノーマルなんで、 6B カウンター、安定したルート見つかったなこれ。本当なんかどっかで見たことあるコンボは懐かしい。青肉コーンテイクオーバードライブ空投げ、まあ 4D は止めて OK とだよね。さて残り10分余りとなりました今日のラジオですが、ガリレオ来ないな、ガリレオさん来ませんね。ライチだけもらってそのまんまという。ガリレオさんが来ません。風 4B からの超バウンドコーン、バレルロータス限定来た。ガリレオ来た、なぜか14段まで下がってるガリレオが来た。さてまあ魂の戦いですね。エノー VS ガリレオ、まあまあランバートの決勝戦など戦ったことは今まで4回かな、クロードファンタズマになってからと。カエルがちゃんと拘束しない、下段差し込みからとりあえずツバメまでが 2A 体育では落ちない。レイチェルジャンプ B 意外と来た。ガリオが最近凝ってる 6D キャンセルオーバードライブ台車に火力も上がるし高速も長いしたくれるしで、かつてのね台車にほどではないんですがかなりたくれますね。いつが通るJBから触ってJBが通った 6C 3C設置しない、まあ棒ないしな。バーデンバーデンリリー A 指導なんでもう一本やる、もう一回タイニーで平石置いてのバーデンバーデンリリー、平石一本で600伸びるんで確かバカになりません。600500か確か、いや違う確か通常400オーバードライブ600に変わってんのかな今。暴れ潰しから細かく重ねたが2回やるんかい。あフォローした、ここは棒で締めて JCB から 6A、 いやー揺さぶるねー。まあまあダメに見ながらチーノフィニッシュ。いちいち第3ラウンド JB から 6D ツバメで締めて熱波狩りの棒ちょっとダメージ加速するが絵の脱出ほう。 JBC あーきっちり割る、甘えた JB はきっちり割るが JC カウンター裏回りにバーストうまいだろお前ら、これはうめえ。とかぼちゃが消えている 3C 前転が通る、おっと 6D の2発目下段ガードが入れっぱさせません。ジャン CB どこ行くねん、リュウイソ待ってましたね。ガリエオ完全に待ってた感じ。第4ラウンド JBC から風を使いながら運ぶ両設置、まあまあツバメに対しては風を使って持ち詐欺飛びです。詐欺飛びでは詐欺やされ両設置下段三振、バーデンバーデンリリー5187
風を使い切ってのあのジャンシータイニールート、あれが画面足のね、なかなかマスターピースっぽくて、ダメージ増やしたいときはあれがマスターピースっぽいです。バーデンバーデンリリーのね、飛来心がやっぱりバカにならないんで、増やしながらのコンボ重要ですね。オーバードライブで抜ける、そしてガードしながら攻撃できるまで、だからせこいっつよな。まあ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 、満点もヒットのみついてこなかったわけだが、三振もちろん風で拾って、6A バーデンバーデンリリー両設置で中断と、まあ JAC のね安いで、今度はカウンターされた時安かったけど、 2A でフォローして OK。 さてあと2試合ぐらい見れるかな。あと2試合ぐらい見れますかね、今日は。さて NO vs ガリレオ、おそらく配信中に3試合できるんで、2試合目いつをガードしに行く、まあまあまあ空中にいる、空中にいる場合はいつに対してできることは全くないんで、ジャンシー、ここは風を節約しながらバレルを優先した。手段ガード、下段が通る。から、カボチ、詐欺って。6A、バーデン、バーデン、リリー。三振、両設置。両設置で締まるのがやばい。両設置は本当に高速力が高いんで、置き攻めの安定感がガラリとかあります。クラゲから、クラゲから3400減るんだよね、このキャラ。椅子警戒置き攻めなんかな。カボチャが棒飛ばしに当たる、ダリアで運んでから、カボチャ帰る、カウンターアサルト、チャンカンからの BC、 カウンター CC で運んだが、ちょっと高さが合わないか。ジェシー置いてある、CC 両設置、あの両設置いるとは、うん、オーバードライブで抜けれるルートです。しかし差し込んだのは NO、
これで4、うん、ゲージが 50% 溜まるで、もう1回バーデンバーデンリリーいけるところでしたね。第4ラウンド、一旦上、着地する、着地を狙っていく、2へと低空第2、第2到達、すごい無理やり触りに行ったな今の絵の騒いで、チュンカウンター、おいしい、チュン、ハク、初カウンター、お互い飛び道具の打ち合いになるんだけど、やっぱ設置させない、2セッチがメインですね、ガリオ5へ飛びすぎた、西ボーモデチュンからゲージがないんで、西読み、そしてここでスライド1通が前からの 4D、 すげえことしよんな。第5ラウンド開幕、風三振、喧嘩とは高さが全く合っていない、暴直が風折り、ちょ小負け、 JC カウンター、風を使ってコンボにする、 CC 両接地、風がないんで両接地が弱すぎる、風ない両接地とかいろいろあったが、 N をここで取り切れず、さてこれ10時になったんですいませんが、最後の試合でよろしいですか、この2人の対戦が長すぎました、すいません、もう1試合見たかったんですが、この試合を今日の配信ラストとさせていただきます。集団ガード、下段に対してはつまめ返し、読み切った、三振、カエル潰しながらだが、やったが風が見えていない、三振、間に合うわけない、 5B カウンター、休めたが、おー、あー出ない、出ない、留意層出ず、はい、あープロペテさんすいません、すいませんが、この方、はい、試合で今日の配信は終了とさせていただきます。プロペテさんごめんなさい、次回ラジオは5月15日ギルティアユーデックスアクセントカープラスリローディットとなります。今日もたくさんのご視聴ありがとうございました。ではでは、ごきげんよう、ごきげんよう。